もう次の目的が船に乗ってソルティコの町のそばにあるソルチャ運河に入ろうになってんだ。船乗っちゃっていいのもなんか一悶着あるかなって思ったけど、あっさり水門開けてくれたんだね本当に。でもちょっと待って、この町でさ、どっちだっけ、ちょっとね、西の方にある高い宿寄りたい。よいしょ。で、リゾートホテルって出んだけどさ、ここ入ると。これがなんかメダルを、小さなメダルをなんか、なんだろうな、管理する場所っていうか渡す場所っていうか。そう。おや、牛田さんはまだメダルスタンプ帳をお持ちではないですね。それではこちらを差し上げましょう。こういうことらしいんですよね。今後メダル交換出張所に小さなメダルをお持ちいただければ、スタンプ帳に枚数分のスタンプを押して差し上げます。で、そのスタンプの数に応じて景品をいただけると。やっと渡せるね。散々取ってきた小さなメダル。つっても14枚か、今。はい、はい、はい。こういうシステムなんだな、今回の小さなメダルは。守りのカード手に入れた。え、次。風の帽子。強いのかな。手に入れて、次はルーンスタッフ。あと1枚欲しいな、ルーンスタッフ。杖は。ベロニカかローに装備させる。風の帽子っつったか。帽子系はな、完全に初期装備。ごめんな、マルティナ。でもちょっとレベル高いからマルティナのローは大丈夫でしょ。一旦それで頼むわ。ああ、守備力下がるぐらいなんだな。素早さ上がるけど。あ、道具として使うとキメラの翼の効果あるって書いてある。説明文に。しかも風ダメージ 20% 減らすか。悪くないな。悪い装備じゃないな。素早さを上げる効果があるから。まあ普通に考えたら素早さ低いやつに装備したいよね。ローとかいいんじゃないの？守備力ちょっと下がるけど。つけとこう。あと、守りのカード。ああ、守備力が上がる。10も上がるんだ、その状態から。適当につけとくわ、ローに。なんかな、メンバーも誰使うってはっきり決まってないからさ。強い装備を誰につけていいのか迷ったりするね。ちょっと様子見ながら変えていこう。で、どうしよっかな。今ね、ちょっとクエストっていうのもいろいろこの街で受注した状態だから。あーと、これだ、これ気になるんだ。その中でも特に受けたクエストで、神田田海賊団っていうのがあるんですよ。黒胡椒を取り戻してくださいと頼まれた。ダーハルーネ近海の無人島をアジトにしている神田田団を倒して取り戻そう。黒胡椒っていうワードもドラゴンクエスト3をちょっと彷彿とさせるんだけどさ。これはレシピもらえるしやっておきたいね。進める前にやっとこうか、このクエストは。あとはこんなんもあったわ。バニー姿になったマリティナを見たい。そんなんこっちも見たいわ。で、これカジノの景品のさ、レシピ使うんだよね。キャンプがあったら作ろう、それは。あ、これとかまだやってなかったね。クロッタの町でなんかね、幻の闘志を探してっていうやつ。ちょっと進める前にクエストを回収しようか、少しの間。まず何しよっかな。うわー、セイドンという紳士。そう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 、こんなクエストもあったんだよね。手紙を渡してって、あのパティシエを辞めた妹に頼まれてたやつ。ソルティコの町にいるって言ってたもんな。それならあんたはもう待ってるよ。何を隠そう、俺がセイドンだからな。渡しましょう。ディアナからの手紙を渡した。俺にわざわざ手紙を書くなんて、ダーハルーネに住むディアナくらいだろ。分かってんな。久しぶりだな。どれどれ。先生、お久しぶりです。以前先生をお尋ねしてから連絡が遅れてしまってごめんなさい。ようやくまとまったお金がたまったので、ぜひ先生にあの人の父さんの足の怪我を治療。先生って何、医者なのこの人。治療のためにダーハルーネに来てください。ああ、お兄ちゃんが渡したお金か。そうか、ディアナはまだ父親のゼイウスさんの足の怪我の治療を諦めてなかったのか。これなんかさ、ディアナに手紙を書いたお兄ちゃんの方はあれだよね、ろくでもねえ父親がいる、あいつのせいで苦労してきたみたいなこと言ってたんだよね。
へー、妹はそうは思ってないのが。でもその時は治療できなかった。親父さんの足の治すには莫大な金が必要だったからさ。風の噂でディアーナはパティシエを辞め割のいい仕事をしていると聞いたが、そっか、そのために辞めたのか。あれだよね、町長の家でなんかやってんだよね。パティシエより給料いいのか、そっちの方が。だが断る。親父さんの治療は無理だ。この手紙をディアーナに持っていてくれ。だ、大事な手紙だ。ほう。だが断る。このセイドンの一番好きなことは、自分で強いと思ってるやつにノーと言ってやることだ。いやでもこの人は悪い人じゃなさそうだよな。なんか事情があるんだろうな。どうして無理なのか俺の口からは話せないんだ。なんだ、お兄ちゃんがなんか言ってんのか。これ私またザ・ハルーネに行くことになるとはな。行きましょう。おー、ディアナ聞いたぜ。今の仕事の方が給料いいんだってな。福利厚生も充実してるらしいな。お帰りなさい、郵便屋さん。聖堂さんに手紙を渡してくれたよね。先生の返事はいかがでしたか。断るって言われちゃったんだよね。父さんの治療はできない。一体どうして。大事な手紙を渡さない。そんな、こんな時に意地悪するなんて、ひどい郵便屋さんね。郵便屋さんじゃねえんだよ。あ、隣の人に話か。あれ、これお兄ちゃん。隣の人、ディアナに大事な話があると言われこうしてやってきたんだが、話は全てディアナから聞いた。親父の足の治療の話も、そのためにパティシエの夢を諦めたこともな。ああ、隠してたのにバレちゃったんだ。結局どうして今まで私たちを無視して手紙一通もよこさなかった親父のためにディアナが犠牲になるんだ。まあ、手紙を渡してあげよう。まあお兄ちゃんは納得しないよね。親父の足治療するなんて。めちゃくちゃ親父のこと嫌いだったから。これは私宛ての手紙じゃない。あ、セイドンさん宛ての手紙だったの。送り主はゼウス父さんだわ。親父から先生に宛てた手紙を渡したんだ、先生が。どうして私たちの父さんがセイドン先生に手紙を。とりあえず読んでみますね。先生、娘のディアナが足を治すため先生にお会いしたと風の噂で耳にしやした。めちゃくちゃ江戸っ子じゃねえか。ねえ先生、もしもディアナが足のために金を使うようなことがあったら、その金はつっかえしてやってください。文字で書かないでしょ、この喋り方。そしてこの手紙に入っている小切手を渡して、パティシエになる夢のために使ってくれと足が言っていたと伝えてください。え、そんな金あんの親父。この小切手の金はディアナがパティシエになる夢を追いかけてると知って、必死で馬の世話をして貯めた金です。足はひでえ父親だった。お兄ちゃんはそう言ってるけどね。今さら何をしたって許されねえのは分かって、やす頼みましたぜ先生。あー、これをな、まあそりゃ治療できないわな先生。こう言われたら、そういうことだったの。父さん全部知ってたんだ。私のことなんてもう忘れてると思ってた。父さんのバカ、父さんのせいで諦めていたパティシエの夢また追いかけたくなっちゃったじゃない。こっちの方が給料いいんでしょ。残業なしで福利厚生も充実してるんでしょ。それは知らんけど、私たちバラバラになったと思ってたけど、思い合ってつながっていたのね。いや、お兄ちゃんはつながってないよ。なんでこんな遠回りしちゃったんだろう。郵便屋さん、あなたの届けた手紙が私たちの心を一つにしてくれたわ。ああ、いい仕事したね。郵便屋さんじゃねえけど、ありがとう。これはお礼よ。やった。これ隣のお兄ちゃんは納得してないのでは。あいつのせいで俺たちはひでえ目にあったんだって言ってたから、ミスタークエストなあ。親父の手紙私も聞かせてもらった。まさかあの親父がディアナのために金を貯めていたなんてな。しかし私は親父を許すつもりはない。当然だよな。私の家族はディアナ一人だけだ。今までも、そしてこれからもな。だがまあディア、あれ、ディアナがどうしてもというのなら、来年のファーリ祭の観戦がてら、親父のしけた馬面を拝みにサマディまで行ってやるとするかな。あ、サマディにいんの。サマディのどっかにもしかしたら いんのかな。二人のお父さん、私がパティシエ、あ、父さんも怪我した足に鞭打って必死で働いてくれていたのね。そうかそうか、あ、馬の世話、そっか、馬の世話か。なんか馬がたくさんいるとこいた、あったよな、サマディ。
行ってみようかな。これからは私たち家族3人仲良く暮らしていけると思います。お兄ちゃんにそのつもりはないけど。はあ、なるほどね。あ、ちょっといい話だったわ。あー、よかったよかった。先生もいい人だったね。お父さんも心を入れ替えたようだし。で、ちょっとこの辺来て思い出したけど、蝶々の家って俺入ったことないんだよね。前に来た時はさ、イベントでねえ、帰ってくれって言われちゃったから。そのサラサラヘアーはっているかな、蝶々。今読んだけど、あ、いたいたいた。ちょっと待って、これ奥さん美人すぎない？アラマ、ヤヒムを助けてくださった旅人さん、あなたの話はたくさん聞いております。ヤヒムの母としてとても感謝してますの。やっぱり若い奥さん捕まえたな。あの親父、まあ、ラハリオさんも見た目よりちょっと若いのかもしれないね、実は。ある日からヤヒムがすっかり黙ってしまって、主人は災いを呼ぶ悪魔の子のせいに違いないと話していたのですが、私ったらてっきり反抗期なのかと思って放っておけば治ると思ってましたのよ。本当に危ないところでしたわ。美人な奥さん捕まえてラハリオ、若い奥さんを。戻ってこられたんですね。あなたたちが私の息子の恩人であることは町の皆に伝えましたので、ご安心ください。ありがとう、いい人だわ。勇者は災いを呼ぶという悪魔の子であると私たちは信じきっていましたが、とんでもない勘違いだったようです。思えばこの噂が広まったのは16年前。やっぱ16年前か。ユギの方が滅んだ時期からでした。その後にデルカダール王が言いふらしたんだよな、悪魔の子の仕業だと。そういえば、あの子、ディアナ辞めるってよ。ここの使用人。パティシエになるってよ。おう、ヤヒムいる。久しぶり。お兄ちゃん、無事に逃げ切れたんだね。よかった。僕たち心配してたんだよ。喉を治してくれて、本当にありがとう。よかったな。いやー、街の外で遊んでたら、ホメロスっていうおじさんが、魔物と話してるのを見かけたの。いや、悪いことするよな。びっくりして声を上げたら、おじさんに捕まって、そしたら声が出なくなっちゃったんだ。極悪人じゃん。あの人、デルカダールの偉い人みたいだけど、ひどいことしたから僕大嫌い。絶対悪い人だよ。絶対悪い人だよ。そうだよ。グレイグはまだね、なんかね、忠誠心強いだけ感あるけど、割とストレートに悪人だから、ホメロスは。切れ者でかっこいいからファンも多いみたいだけど、私は最初からいけすかないやつだと思ってたのよね。いいぞいいぞ、もっと噂広めろ。積極的に噂を広めろ、あいつの悪事を。あ、この人とかじゃないの、アッシュのナゼウス。いた、思ったより老けてた。あの二人のお父さんだから、もうちょっと中年のさ、ラハディオさんぐらいの見た目かと思ったんだけど、しがない馬飼いなんでさ。どうしやした旅人さん、足の顔に何かついてますかい？そんなにジロジロ見ねえでくだせえよ。すいやせんが、あっしは仕事で大忙しなんでさ、子供のためにもっと働かなきゃなりやせん。あいつらの夢を応援するためにはたくさん金を貯めなきゃならないんでさ、だから休んでる暇はねえんです。いや、そこまで気負わなくていいって。二人とももう大人なんだからさ。いや、なんかよかったね、ちゃんと心を入れ替えてて。あー、こいつここで寝てんのかよ。いびきを立てて眠っている。前この隣でね、馬の気持ちになって過ごしたけど。あー、ゼウスさん、本当にでも心入れ替えたみたいでよかったわ。さて、こっからどうしようかな。ね、クエスト消化のターンにしたいんだけど、あ、幻の闘志やっとく。なんか乗りかかった船だし、動画撮ってない時にこっそりやっといてもよかったけど。グロッタだな。なんかロード中にホメロスの豆知識出ましたよ。消えちゃったけど、同じ36歳って書いてあったわ、グレイグと。2人とも36なのか。主人公の倍以上か。で、幻の闘士を探してるんだよね。めちゃめちゃムキムキでかっこいい人に決まってるよみたいなこと子供は言ってたけど、そんなことねえんじゃねえかと思ってるんだよな。
上に結構いるよね。ちょっと見てみよう。舞踏会の闘士は上層にいることが多かった気がする。あ、ベロリンマンだ。久しぶり。ベロロンベロン、また腹が減ってひもじいベロン、なんでもうまそうに見えるベロン。ここにうまそうなもんはないぞ。あ、優勝商品を盗んで消えたあの二人組、ローとマルティナね。今一緒にいるんだけどね。あ、そっか、名前聞いたことある人もいるか。王族だもんな。むしろ忘れられる方がおかしくない？偽名とか使わないんだ、あの二人。お前何してんだよ。いや、今夜かぶりつけだな。俺だけの特等席だぜ。かおめえ何やってんだ。ここでもう片っ端から話しかけていくしかないよね。デルギンス、あー、いたー、やっといた。めちゃくちゃ探したわ。デルギンスという都市を探してるデルギンスは私ですが、一体どんな要件でしょう。個人の男の子が幻の都市と呼ばれる私のサインを欲しがってるですって。書いてやれよ。いやいや、それはないでしょ。だって私幻の都市だなって。え、そうなの？呼ばれたことないの？一度たりとも呼ばれたことがないですよ。なんせ仮面舞踏会では影が薄いせいで誰からも気づかれず、パートナーと組めなくて。そんなことありえないでしょ。抽選で選んでんだから。隣に立って声をかけても相手の闘志は気づかないくらいで、とほほ。ですが子供の夢は壊したくないですよね。わかりました。私なんかのサインでよければどうぞ持って行ってください。やったー。どんな人だったって言われたらなんて言えばいいんだろう。正直に言えば嬉しかったですよ。ほとんど勘違いとはいえ、私のサインをねだってくれる子供がいたことが。いや、いい人だな。応援したいわ、デルギンス。デルギンスさんのファンになります。ハンフリーさんには失望しました。これからはデルギンスさんを応援します。もらったぞ、サイン。いや、かっこよかったぜ、デルギンス。ハンフリーよりずっとかっこよかったわ。うわー、これが幻の都市のサインか。ありがとう、お兄ちゃん。ねえねえ、どんな人だったの、デルギンス。まあ、聞くよね。え、隣に立って声をかけても相手に気づかれないの？デルギンス、気配消しすぎでしょ。すごいや。よかったー。夢を壊さなかったぜ。さすが幻の都市だな。もし戦ってたら、チャンピオンのお兄ちゃんも危なかったんじゃない？僕ファンになっちゃったかも。見たことねえのに。もらったサインは大切にしないと。そうだ、お兄ちゃんにもお礼をしないとね。いやー、応援してやってくれよ、デルギンスを。いい人だったよ。少年はファンになったようだで終わってる。デルギンス最高。試合見たこともないのに。あー、応援したくなる人だったわ。いや、子供喜んでましたよ、デルギンスさん。サインをあげたこのためには、私はずっと幻の闘士のままでいた方がいいのかもしれませんね。私の本当の姿を知ったらきっと幻滅してしまうでしょうし。んなことねえよ。俺は応援してるよ。よし、じゃあソルティコ戻ってきて、お、夜が明けている。カンダタのクエストやりたいよね。これだな。まあちょっとクエストのいくつかはね、動画撮ってない時にスッとやってたりしようと思うけど、これはちょっとやっておきたい。カンダタ海賊団はダーハルーメ近海の無人島をアジトにしている。一旦外出てみよう。まあ、ドラクエシリーズやってない人はピンとこないかもしんないけど、結構カンダタっていう名前の敵はおなじみだったりするんだよね。特に3のカンダタが印象的かな。で、海に出てみたけど、あ、ダーハルーネ近海の無人島ってあそこか。前に行って何もなかった場所、すぐそこのさ。なるほどね、ここにカンダタ海賊団がいるのか。神さんのダブルブーメランの威力見せてやるぜ。うわ、でもどこにいるかわかんねえな。え、本当にここなのかな。とりあえず行ってみよう。あ、ちょっと戦闘になるかもしんないから、ちょっと設定をいじらせて。これもね、
ドラクエ夏祭りの時に教えてもらったんだけど、カメラをね、まあ、いつもの状態と違うオートカメラっていうのに設定しとくと、ちょっとなんか勝手に臨場感のあるカメラの動きをしてくれるみたいなのがあってさ、試してみよう。で、どこ行けばいいんだ。あ、おお、いる、なんかいる。いたな、海賊だ。なんでこんな隅っこでこそこそしてんの。こんにちは。あんだてめえら黒胡椒取り戻しに来たのか。そうはさせねえ、やっつけてやる。あ、これ、うわ、いきなり戦闘入った。大丈夫かな。いや、でもプラチナブレードを試し切りするいい機会だな。とりあえず命令させろにはなってんだな。よし、やろう。結局なんか猫の姿見たくてベロニカパーティーに入れちゃったわ。で、あ、来たぞ。神さんのダブルブーメランが火を吹くぜ。おお、なんか表示が多くてよくわかんない強いのか弱いのか。カンダタコブンにぶん回しだな、牛沢は。プラチナブレードの威力、うわ、強え。これは強いわ。で、なぎ払いもできちゃうんだもんね、マルティナは。強っ。マルティナの槍もカジノ装備だからな。そしてベロニカはとにかく可愛い。メラミ覚えたんですよ、メラミ。いや、強いな。難なく倒せてしまいそう。盗むとかできねえかな。おら、ねえのかよ。まあそうだよな、パンイチだもんな。物隠すような場所ねえわな。渾身切り、うわ、つえ。気持ちいい、気持ちいいわ。なんかもう普通の攻撃でいいかな。えい、やったぜ。カンダタダンをやっつけた。いや、かわいいな、ベロニカ。それにしても、よし。まあ次に何か覚えられるのは少し先かな。あ、でも7ポイントでメタルウィングか。うん、怒りのタトゥー、攻撃力上がるアクセサリーだな。やった、取り返してやったぜ。あ、でもこれで終わり。キラキラあるわ。なんかカンダタってさ、いつもさ、いつもっていうか3の時か、やっつけるとさ、見逃してくれよなって言って、はい、いいえってなって、はいを押すまで選択肢終わらないみたいなのがいつもあんだけどさ、それないのか。あってほしかったわ。なんかカンダタって聞いたからちょっとテンション上がっちゃったけど、割とあっさりしたクエストだったね。でもまた出てきたりすっかな、カンダタ。どうだろうな。名物料理には黒胡椒が欠かせません。で、渡します。なんと、これぞまさしく黒胡椒。まさか本当にカンダタ団から取り戻してくるとは感服いたしました。うん、これで名物料理を作ることができます。お客様に満足していただける名物料理の復活でホテルの売り上げも上がることでしょう。旅の方、私の無理な頼みを聞いていただき誠にありがとうございます。こちらは私どもホテルからのお礼となります。レシピ、あー、ちょっとレシピでいいねって。ちょっとキャンプ行きたいな。ヘクションお約束やめろ胡椒って言うほどくしゃみするか。よし、まあプラチナブレードと稲妻の槍の試し切りができたのでよしとしようか。あと、なんかこの辺の人のクエストも俺動画撮ってない時にやってたんだよな。桃色サンゴを取ってきてっていうお使い系のクエスト。はい、で、これの報酬もレシピなので、キャンプによってなんかね、作れそうな装備作ってから先に進もうか。なんかいろんなレシピ手に入れたもんな。プラチナブレードの打ち直しとかもしたいけど、すげえ難しいんだろうな。あ、でも難易度星2つか。
今 1.5 までならやったことあるんだけど、この難易度っていうところ、星2つの装備は初めてだな。ちょっと一回試しにやってみようか。失う種の宝珠割と余ってるし、もう難易度高い感出まくってっけど、上下打ちと2倍打ちでどんだけこうね先に進められるかって感じだな。上下打ちメインで叩いてこう。あ、次の人打ち威力が2倍。あ、そういうこともあんの。逆に大丈夫かな、2倍ってここ上下打ちして大丈夫かな。そのぐらいしないと今の時点だと結構。おっしゃ、勝ったわ、勝ちですわ。で、ここも上下打ちもう一回やって大丈夫なはず。ああ、終わりました。あ、これ難しいわ。やっぱ難易度高くなってくると大変だな。てかもう集中力的にあと1回しか叩けねえじゃん。無理だわ。いいんだよ今会心とかもう何もできねえ。まだ早かったな、完全に集中力が全然足んねえわそもそも。はい、まあプラチナブレードなくなるわけじゃないからね、打ち直しの宝珠がなくなっただけで。そっか、まだ早かったか。しばらくあれで我慢しよう。で、防具を作る。なんかいろいろレシピあるはずだよね。サンゴの髪飾りなんてのもあるし、あ、プリティエプロン、ラブリーエプロン、この辺もある。でもベロニカの服変えたくねえからな、猫の装備から。でもこっちの方が防御力上がるわ。そんなに長く使えるもんじゃないのか、あれせっかく可愛いのに。あ、大盗賊のマントもあったわ、そういえば。盗賊といえば神だよね。これ作ってあげようかな。大盗賊。せっかく神田やっつけてレシピ手に入れたし。行くぞ。うわ、成功範囲千万。いけるかな、これ。来た。風が吹いてる。風が俺の方に吹いている。で、ここで2倍打ちを左下に打って、ちょっと温度が下がってきたとこで、ここ上下打ちやって超えないと見た。いや、でもそこまで冒険する必要もないのか。あ、左下に手加減打ちで、あー、でも微妙なとこだな。上下打ちでいいかこれ。うわ、来た。これプラス3あるな。4つ中2箇所ぴったりだもんな。やったー、おめでとうカミュ。しかもなんか見た目割とかっこいいな。